第4回、第4回、ワイルドキャット、グラマン F4 回ワイルドキャットは、アメリカ合衆国のグラマンが開発し、第二次世界大戦中に使用された、環状戦闘機である。愛称の、ワイルドキャットは、山猫、野良猫の意味であるが、スラングでは、意地悪女という意味も持つ。グラマンでは、F4 回以降、環状戦闘機に、キャットという愛称を採用していい。 グラマンだけではなく、ジェネラルモーターズ社でも FM アイルドキャットとして製造された。生産機数自体は GM 社製の機体の方が多い。また、A 海軍航空隊でもマートレットとして運用された。操縦経験のあるエリック・ブラウンは第二次世界大戦初期に使用された戦闘機としては最優秀の一つと評価している。アメリカ海軍は1936年の 新型艦上戦闘機の開発を、ブリュースター社、セバスキー社と共に、グラマン社にも競争施策を指示した。本機の最初の設計案は、副容器 XF4 階から1であったが、それでは他の案に劣っていたため、単容器 XF4 階から2として、再設計され選定試験に応じた。結果採用されたのは、ブリュースター会に A バッファローであり、 本機は落選した。しかし、アメリカ海軍は本機にも興味を持ち、開発を続行させた。第二次世界大戦の海戦時アメリカ海軍の関西戦闘機として、日本海軍の冷戦と戦った。防御力よりも運動性能を重視した冷戦とは、対照的にグラマン鉄工所、グラマンアイアンワークスと呼ばれ強固な構造と生産性を重視した。 グラマンの設計思想を体現した機体であり、後継機の F6 階が配備される、対戦中盤まで主力として使用された。最初のロットは1940年12月5日に、部隊配備、レンジャーとワスプに配備されたほか、海兵隊にも回されている。しかし、実際に飛ばしてみるといくつかの問題点が残っており、パイロットの死亡事故が発生した。 1941年11月には、欠陥箇所を改良、エンジンを1段下級機付けの p w 製 r 1 8 3 0から90に換装した方が F4 階から 3A として採用された。生産機数は 3A 型の95機を含めて288機。なお数機が偵察機に改造され、階4階から 3P となったほか、 3A 型を改造した回4階から 3AP も1機が製作されたとされる。回4階最初の方は F4 階から3で固定翼機として設計、生産されていたが、回4階から4から折りたたみ翼を採用した。それまでの方は固定翼であったために空母上での取り扱いに難があった上、 三五回回戦の教訓から空母に戦闘機の配備数を増やすという目標があったのだが、回四回から三では数を乗せる上でも問題となっていた。しかし、それらの問題はこの型で解消された。なお、当初油圧による折りたたみ機構を考えていたが、重量の問題で採用されず、主導式となっている。順次、回四回から三へと交代され、 ミッドウェイ海戦時にはほぼ完了。VM 海 -221 のみが未だ海四4から3型を使用していたが、1942年8月までには F4 海から4と交代している。ただし重量増加のため、看板が狭く短い護衛空母には適さないとされ、FM-2 型の開発につながった。また、この F4 海から4は中高度向けの2段。 架空機付けエンジンに換装し、1200HP の出力を得ているほか、機銃を2丁増やして12.7ミ、mm、リメートル機銃6丁としている。ただし1丁あたりの弾数は450発から240発に低下、反動による機体の振動が増して、上員からの評判は良くなかった。1941年12月31日、アメリカ海軍は、 F4 回から7を初飛行させた。これは偵察機として武装、防弾キャノピー、座席配武装甲板を排除して徹底的な軽量化を実行し、それで浮いた重量を燃料の増加に当て、そのため総重量は戦闘機型よりも大きい、航続距離3700マイル、最大滞空時間25時間という数値を目指したものである。偵察用カメラを搭載し、 いざという時には燃料を投機して身軽になることも可能であった。21機作られ、残りの発注は普通の戦闘機型として生産された。ガダルカナル方面で2機使用されたとも言われるが、定かではない。1942年春、海軍からの指示で、グラマン社は、海6海量産に集中するため、海4海と TBF の生産中止を決定。 生産ラインの切り替えが始められた。そして、ゼネラルモーターズ社が、東海岸の5つの自動車工場を統合して、作った、イースタンエアクラフト、航空事業部の2生産ラインが移された。GM で作られた、ワイルドキャットは、形式名が、FM となり、最初の量産型である、FM-1 母回4回から4を、ほぼコピーしたもので、細部を、 工場の事情に合わせて直しした程度であった。本型は1942年4月18日に1800機が発注され、8月31日には量産初号機が初飛行した。そして翌年までに830機が生産された後、FM-2 に切り替えられた。狭く小さい護衛空母の看板上では、重量面で回4回から4は、運用が難しかった。 さらに後継機である、海6海、海 4U は、より大重量、特に海 4U は、艦上戦闘機としては、当時最も重かったで、アメリカ海軍は1942年、海4海の軽量型を発注する。これに応えて、グラマン社は、XF4 海から8を開発。これは、軽い単造製シリンダーを持つ一段二即下級機付け、R-1820 から56。 サイクロンエンジンを搭載し、出力が 150HP 増加したにもかかわらず、重量は 102kg 減少していた。これにより上昇力や運動性が向上したが、下級機が2段から1段に変更されたため中、高度以上での性能は低下、低空支援戦闘機としての性格を強めている。 また再び機銃が4丁に戻されている。弾数は1丁あたり280発に増加しているが、同じ4丁搭載の F4 回から3型よりも少なく重量は減少しているほか、エンジンカウル、フラップなど徹底した設計の見直しが図られている。試作型の XF4 回から8型は1942年11月8日に初飛行。 上記の通り FM-2 として、ゼネラルモータースが生産し、主に護衛空母に搭載され、上陸作戦における、低空支援任務や特攻機の迎撃に活躍した。本型では、従来型にあった、着艦時の癖がなくなり、狭い護衛空母への着艦が多い乗員には、好評であった。この方は、冷凍機海戦にも参加したほか、その後の対日戦でも活躍。 エースパイロット4人を排出している。さらにこの軽量な機体は、低高度域では、回6回、回 4U、P-47、さらには、最優秀機の誉れも高い P-51 に、対しても大きく劣るものではないと評価された。GM の生産力が遺憾なく発揮された結果、生産数は4127機となり、回4回シリーズの中では、最も多い。 海4四回は、アメリカ海軍のみならず、海外からも注目され、フランス海軍は、F4 回から3、車内故障 G-36A を81機、発注した。しかし納品前にフランスはドイツに降伏したため、イギリスに供与され、マートレット MKI、マートレット、岩メの意として使用された。関西戦闘機事情が切迫していたイギリス海軍は、さらに、 マートレット MKE として再発注した。マートレット MKE はアメリカ海軍のものよりも若干手狭であるイギリス空母での運用を考慮してアメリカ軍向けの F4 回から4よりも早く主翼の折りたたみ機構が要求されている。ただしエンジンの重量増に加え機重を2兆増設したため次長が4 5 0ラム増加している。 イギリス海軍は折りたたみ翼への変更ための納品遅延を了承、本格的に納品されたのは1941年半ばになってからであった。納品された機体は護衛空母、オーダシティに関西され、戦乱護衛に活躍、u b と撃沈や FW200 撃墜などの戦果を残した。これにより、潜水艦に対する護衛空母の有効性が証明され、 その後の大量配備につながった。また、空母、イラストリアスにも搭載され、1942年5月に行われたアイアンクラット作戦、マダガスカル占領作戦に投入され、ビシー政権フランス軍と戦闘を行った。フランスとイギリス以外には、ギリシアからも30機の発注が1940年11月にあったが、 こちらも輸送中の1941年4月に、キリシアが降伏。機体は輸送の途上で、英領ジブラルタルにあったため、マートレット MKE として、イギリスがそのまま運用した。この機体は、F4 階から 3A と同等である。また、イギリスは、武器供与協定に基づき、GR-1820G250A-3 エンジンを装備した。 マートレット MK4 を受け取っている。この方はアメリカで回4回から4バイトという形式があるように一応の別型である。ただしアメリカ軍は使用していない。さらにイギリスは FM-1 型312機を供与されており、これをマートレット MKV として採用している。この方は1944年1月にワイルドキャット MK 4に、名称変更、番号が変わっているため注意が必要である。このほか、イギリスは FM-2 系を340機供与され、ワイルドキャット MK バイとして採用した。太平洋戦争初期において、三五海海戦、ミッドウェイ海戦などに参加した。太平洋戦争初戦においては、エンタープライズなどに配備されていたほか、 同艦が、ウェイク島に輸送した12機の F4 回、VM 回 -211 のうち、日本軍の攻撃から生き残った4機の F4 回、一説には5機が、反撃を行い、駆逐艦、キサラギを撃沈するなど、圧倒的な兵力で押し寄せた日本軍に対して、奮戦した事例がある。1942年8月7日、カダルカナルにおいての F4 回は、 日本軍機を一撃撃墜後に、一式立港からの攻撃で、被弾、さらに三機の冷戦、柿の元の縁継ぎ、波和氏、山崎一郎兵に攻撃され機銃が故障するも、撃墜はされ、火星に来た、酒井三郎が、格闘戦に持ち込み撃墜された。酒井は最後まで粘ったサザーランドに敬意を表し、撃墜前に合図を送り操縦席を外して撃ったため、 サザーランドは脱出に成功、生還してパイロットとして復帰した後に4機撃墜してエースパイロットとなった。第4回は当初から強固な構造の機体にセリフシーリング機能を備えた燃料タンクを搭載するなど防御力を重視した設計であったが配備後にもパイロットの意見を取り入れ、回収で防弾ガラスや操縦席後部の防弾鋼板を追加したことにより、 グラマン鉄鋼所、グラマンアイアンワークを体現する機体となった。回収後の F4 階に対しては冷戦の7 7トル基銃では効果が薄く、弾数の少ない2 0ト、mm、ル基銃が必要となったが、2 0ト、mm、ル基銃の命中率を上げるには高い技量が必要な近接射撃が必要となるため、回4回を撃墜するには一定の技量が必要とされた。酒井は、 カザラランド機へ確実に命中させるため限界まで接近した際、オーバーシュートしているなど、ミスを誘発する原因ともなった。格闘戦を重視した日本軍機に比べ、格闘性能は劣っていたが、設計段階から強度を重視した機体であるため、急降下性能は冷戦よりも優れていた。冷戦最大の弱点は、高速飛行時の運動性の低下及び、 急降下性能の低さでありこれを見抜いたアメリカ軍は3つのネバー、ネバーと呼ばれる韓国を冷戦との空戦が予想されるすべてのパイロットに対して行った。下四4回の急降下性能は冷戦より優れていたことから防御力と合わせて背後を取られても即撃墜の可能性は低いため落ち着いて急降下に移ることが可能であった。悪胆ゼロにより冷戦の解析が進むと サッチウィーブやロッテ戦術などの編隊による攻撃を徹底したこともあり、ヒルレシオが改善されていった。ドイツ空軍との戦いにおいても、北アフリカ戦線において、英軍のマートレットを含め活躍し、会場では護衛空母に搭載されて、空中警戒や、哨戒任務に使われた。ドイツの戦闘機は、おおむね高い翼面荷重の高速機であり、対日戦とは逆に、 翼面荷重の低さを生かした格闘戦で対抗した。また効果力のドイツ軍機に対しても防御力の高さは効果を発揮した。なお冷戦ほどではないにしても、1941年時点の関西戦闘機の中では、航続距離は長い部類であり、海上でも長時間行動できたことは、スピットファイヤー、BF-109 と比べて大きな特徴であった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。